小高忠明は、日本の指揮者。大阪フィルハーモニー公共楽団音楽監督。東京芸術大学音楽学部指揮科名誉教授。作曲家、指揮者である小高久忠の次男として、神奈川県鎌倉市に生まれる。兄は作曲家、小高順中。妻の小高従氏はピアニストである。父方のおじの小高浅尾は、 西田北郎門下の東大法学部元教授、同じく叔父の小高国夫は、東大文学部元教授、いとこの小高高之助は、一橋大学経済研究所元教授、曽祖父の小高淳中は、富岡政治上の初代工場長などを務めた、明治期の実業家である。曽祖父、淳中の重邸で妹婿であった、実業家、渋沢栄一もまたただ秋の曽祖父であり、 作曲家、諸井三郎、誠親子と渋沢や、及びいとこの会計学者、諸井勝之助を通じて、縁石関係にある。母方の親族では、チェリスト倉田澄子が、重視、女優、演出家、長岡照子がおばにあたる。東方学園大学で、斉藤秀夫に式を支持する。第二回民音識者コンクールで、第二位に入賞する。 NHK 公共楽団式研究員を経て、ウィーン国立音楽大学に留学、ハンススワルフスキーに指示した。NHK 公共楽団と数多く共演し、大河ドラマのテーマ曲式も数多く担当した。30歳前後の頃は、音楽の広場などの NHK 番組に、レギュラー出演、式だけではなくニューアーなトークで、お茶の間に親しまれ、クラシック音楽啓蒙にも尽力した。 1974年から長年にわたり、東京フィルハーモニー公共楽団常任指揮者を務め、現在は、警官指揮者である。1992年からは、読売日本公共楽団常任指揮者を6年間、務め、現在は名誉客演指揮者である。1987年に、BBC ウェールズ公共楽団主席指揮者に就任後、エルマー、ウォルトン、 ブリテンなどのイギリス音楽を数多く手掛け、大英帝国勲章、エルガーメダルなどを受賞した。国内主要オーケストラへの客演をはじめ、ロンドン交響楽団、ロンドンフィルハーモニー還元楽団、BBC 交響楽団、バーミンガム主交響楽団、バンベルク交響楽団、ロッテルダムフィルハーモニー還元楽団、ヘルシンキフィルハーモニー還元楽団、オスルフィルハーモニー還元楽団、 ワルシャワフィルハーモニー還元楽団当世改革地のオーケストラへ客演している。1998年から札幌公共楽団上認識者、音楽監督を務め、現在は名誉音楽監督である。同楽団とは2002年、2011年の2度、ベートーベンの公共曲全曲、2013年から3年かけてシベリウスの公共曲全曲を演奏した。 その他、ブリテンのオペラ、ピーター・グライムズ、戦争レクイエムなどの大作を手掛けた。2010年から NHK 公共楽団正式者を務める。2012年の中国公演を指揮している。2010年から2014年までは、新国立劇場オペラ監督も務めたが、首の故障もあり、一度もオーケストラピットに入ることなく、任期を終えている。 2017年4月から大阪フィルハーモニー交響楽団のミュージックアドバイザーを務め、翌2018年4月、同楽団の音楽監督に就任、ベートーベンの交響曲全曲演奏会を指揮、日本国外ではありがとうございます。